つ。グー。おいおいおい。危ねえなそこ。際どい。あら、お友達がいたね。私亡くなっちゃったの。本当だ。こっちがね、ジョン。こっちがパンチ。ジョン&パンチ。ジョン&パンチ。さあ、行ってみましょう。はい、山の神様、お邪魔します。おはようございます、カッパパです。今日からね、一泊二日で那須登山と那須の温泉旅に行ってきます。はい、中野茶屋跡に出ました。よくね、冬の僕のあの爆風動画で、この辺で吹っ飛ばされてる動画見たことある方もいらっしゃると思いますけど、こんな感じでね、一気に森林限界を超えるので、爆風が襲ってきます。正面がね、チャンス。はい、こちらが朝日です。はい、朝日はね、多分誰かもう登ってると思うんですよね。ちょっと見えないな。はい、稜線をね、ぐーっと南に行くと、これが恵比寿大黒岩ですね。今日はこっち方面には行かないです。はい、あの赤い屋根の建物が、峰の茶屋と避難小屋。今日はね、あそこで山友さんと待ち合わせです。ああ、いや、いいね。安定の風の強さ。はい、峰の茶屋と避難小屋です。いや、今日はいっぱいいるね。はい、こっち行くとね、茶臼の山頂もしくは、無限地獄乳母平の方ですね。こっちはね、正面のポコっていうのがあれ剣神で、で巻き道を通って行く人がいますけど、あそこずっと行くと正面の朝日岳の方に行きます。はい、今回のね、山旅のメンバーが揃いました。では紹介します。はい、ここはね、峰の茶屋避難小屋なんですけど、山友さんお会いしました。で今日はね、今回はこの4人で今日はした、山旅を楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。Ha ha ha ha!
もう構えてるじゃん。はい、ここはですね、乳母平のオリックスですね。はい、今日はね、ここから降りて三度越えの方に向かいます。来ました。はい、じゃあ行きますか、お酒飲みに。あやさんはね、散歩日より、あやの登山頑張ログで活躍中の登山 YouTuber です。お酒飲みに行きますよ。はい、今ね、乳母平に着きました。ここはね、登山コースとはちょっと離れてるんですよ。だいぶ下るんで。だけど紅葉の時はね、多分那須で一番混み合うぐらいに、人が集うところです。いや、今日空青いな。カズマ、カズマ、いただきます。はい、いただきます。なんだこれ、違う、梨かと思って。どれだよ。ま、丸い梨かなと思って。いや、僕は大根かと思いました。あ、おでんの。はい、みんなね、 YouTuber なんでみんなカメラ持ってますね。で、紅葉するとこの池から向こうが真っ赤っかで。じゃあ、三徳小屋の方に向かいましょうか。はい、ここはね、乳母平と、あとこっちですね、沼っぱらかな、こっち行くと沼っぱら湿原の、うん、の分岐です。じゃあ、ここから降りてきます。いろいろね、和也さんと綾さんと喋ってきたのがあっという間についちゃって。本当に早かった。早かったね。うん。おお。みんなリアクション一緒やんけ。三徳小屋温泉に着きました。三徳小屋温泉には2つの旅館があるんですが、今回お世話になるのはタバコ屋さんの方です。おお、すげえな、これ江戸時代の階段。22。23。あ、はいはい。あ、なるほどなるほど、こうなってるんだ。あ、いい部屋、いい部屋。うん、そうだね。こんだけ酒好きの人と一緒になったの初めてだ。すごいな、泡盛初めて見たよ、こういう山の中で。ありがとうございます。いやー、これはすごいな。最後に仙台味噌のチーズ漬け。わあ、お土産ができるね。キムチ。ああ、ありがとうございます。はい、すごいうまキムチ。おー、お疲れ様です。お疲れ様です。うまい、おいしい。うまい。あ、待って、どっちが入ってるか分かんない。うん、すごいよこれ。べったら漬け。うん、これ美味しいんだよね。うん、これほんとうまいよね、これ。これ一人一個で。あ、すごい。子供の頃ご飯に乗せて食べてた。クリームチーズ。あ、そうだよ。これご飯乗せたよ。お土産でもらうとね。うん、基本的に歌舞伎のはみんな軽いね。軽い。環境のばっかだね。いただいて、うわー、すごい。味噌漬け、うん、
あ、これご飯が止まんなくなる。キムチこれ来たらもう値段書いてあるけどいやいやいや、宇都宮の木村です。じゃあ乾杯します。はい、香り。はい、じゃあ乾杯。乾杯。すっきり、すっきり。これもうマリアージュ、マリアージュ、お口の中で。あ、やべえなこれうわ、美味しい。しまった、スマホ持ってくるの忘れた。西山さんもまた来るんだけど、トイレか。3本やね。はい、撮影許可を得てます。霞に除去すれば出てくる。母さん、今日は最高ですね。最高。グーグー。危ねえなそこ。際どい。うめえ。何これ。あ、これこれ、ひろき。あ、みんな美味しそうな酒のあてだねこれ。休憩。そうそうそう。それぐらいが一番ね。しかもね、あの細かいピープが並んでる。そう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 。ね、あの夏だったら普通に行けるけどね。今完全にトラバース行くよ。本当そうですよ。わかるわかる。Thank you.